まだ目覚めるには早いのだが、疑いの目は避けねばな。今回紹介するのは友軍の孫祖。秦軍の使用率の割には見かけへんカードやけど、効果はめっちゃ高いから正極デッキでの採用もおすすめできるで。そこです。やれ。そこです。まぐれあたりというものですよ。7秒砲とはまさにそなたの本にある。そこです。もっとちょうだい。どうせはよやれ。この水変な味。そこです。よし、兵を下げる。その隙見逃しません。なんでだよ。受け入れますか。このデッキは向上力が低いから、うまい人っぽい鳥が出し取るだけでリードはそこまで多くないね。木の森屋と副効果赤染めした方がええんやるか。絶対に許さない。今度は勝つ。お悩みですか。大砲、一度飛び立てば万里を天かける。知りませんので。大砲、一度飛び立てば万里を天かける。勝利はない。はよー。そこです。回したい。もっとちょうだい。はよー。そこです。はよー。はよー。はよー。目はだかましとるけど、うちは元気やで。はよー。しばらくここに伏そう。黙らせたい。いざ再び。
リードは取られたけど遊軍損傷は狙えそうよな。効果はなんと敵武力マイナス4は10カウントと圧倒的な性能や。王子四季のアイテムあるから一気にまくりに行くで。大砲一度飛び立てば万里を甘かける。無毒な粗骨者にはこれで十分だろう。己を律せぬ者に勝利はない。4回目のハッケが溜まる前に急ぎで形勢を決めてしまいたい感じやな。やられたらやり返す。失礼。うわぁ暴れないで。こんな感じで決定力の高い遊軍やから芝生使いの方々にもおすすめやで。これでしまいか。受け入れます。しばらくここに伏そう。お悩みですか。出ねばならんか。そこです。この陣には届かん。
受け入れます。しばらくここに伏そう。お悩みですか？潔く死すべし。そこです。出ねばならんか。そこです。ああ、汚らわしい奴らめ。粗こつ者にはこれで十分だろう。己を律せぬ者に勝利はない。勇気を力に進め。いかなる脅威もこの陣には届かん。これでしまいか。走れ。やっちまった。絶対に許さない。愚直な手しか知りませんので。最後は芝居の若手良かったかもしれへんな。ここまで見ていただいてありがとうございました。